義母先生2。言った義母ちゃん若いが三重のパルコシティ。義母先生の皆さん、はいさい。さあ今週は言ったあんままかいが深掘りしたいと思います。まあ、沖縄ではこれも、ね、非常にこう馴染みのある歌なんですけども、知ってましたか？知らなかった、解説しましょう。イッターアンマー、イッターはあなたの、アンマーはお母さん、マーカイガーはどこ行ったのという、まあ、歌詞から始まります。タイトルもこのね、イッターアンマーマーカイガーという曲なんですけども、まあ、その後の歌詞ね、ベーベーヌクサカイガー、ベーベーとは何でしょう？そう、ヤギさんですね。ヤギの草刈り、ヤギのね、餌の草を刈りに行ってますよというか、歌詞が出ます。まあ、その沖縄のね、まあ、方言といっても、そのベーベーというのはちょっとまあ、子供言葉ですね。まあ、沖縄ではヤギのことをヒージャーとね、言ったりもしますけども、まあ、子供言葉なので、ベーベー、歌詞の中ではベーベーの草刈りが後出ております。そんな感じで2番も続いていきますね。2番も歌詞聞きました。言った、チャーチャーマーカイガー、チャーチャーというのはお父さんのことですね。まあ、これも子供言葉ですね。お父さんのことは、沖縄の方言でスーと言ったりしますけども、まあ、子供言葉でチャーチャー、お父さんどこ行ったのというまた歌詞から2番を始まって、モーモーの草刈りが、モーモー、ベイベイに対してモーモーは何ですか？そう、牛ですね。牛さんの草を狩りに、牛さんの餌の草を狩りに行ってますよという歌詞が出ます。そして、アンゴアーソーティー、こっこい、アンゴアーソーティー、お姉ちゃん、お姉さんを連れて草狩りに行ってますよという歌詞なんかが出ました。まあ、まさにこの家、お家のね、家庭の風景なんかが浮かぶような沖縄の歌なんですけども、まあ、これは子供言葉でね、ベーベーとかモーモーとかが出るから、結構またこれもね、子供たちが好きで歌ったりする曲の一つですね。最後のね、こっこいというのは、まあ、その、沖縄ではね、この、アンゴアーソーティーこっこいと歌うんですけど、まあ、あまり言葉に意味はないお囃子言葉なんですけども、まあ、その、まあ、大体この曲歌うときは最後にこっこいと言ってね、お囃子を入れたりすることが多いです。今週は、イッターアンマーマーカイがお届けしました。ギボちゃんマーカイが。